チオストレプトンとは、ストレプトマイセス属の細菌によって生構成される、関係オリゴペプチド系構成物質であり、複素間含有リボソーム翻訳系、翻訳誤収色ペプチドに分類される。ストレプトマイセスアジャースやストレプトマイセスラウレンティなどから単理することができる。チオストレプトンは1955年に、抗細菌作用のある天然物として発見され、 1970年に構造が確定された。2005年には全合成経路が発表された。2009年にはチオペプチド系の生合成経路が複数の研究グループより4本の論文として別々に発表され、そのうちの2本ではチオストレプトンの生合成について似た経路が提示された。これらの研究により、 リボソーム翻訳系翻訳語就職ペプチドであることが判明した。チオストレプトンは動物に対してグラム陰性菌の感染による乳腺炎や皮膚病の治療に利用される。通常はネオマイシン、ナイスタチン、ステロイド類など種々の有効成分と混合させて利用されるが、人に処方される難航にはチオストレプトンは含まれていない。 転写因子の一種ホックスム1を不活性にすることで乳癌細胞への選択的な活性を示しシスプラチンに耐性を持った乳癌細胞にも有効であることがインビトロで示された。分子生物学ではチオストレプトン耐性遺伝子が選択マーカーとして利用されている。チオストレプトンの生合成遺伝子クラスターにはズラからザルまで21の遺伝子が存在する。 チオストレプトンの染具物質は58のアミノ酸からナルペプチドであり、そのうち44アミノ酸がリーリングペプチド、17アミノ酸が構造ペプチドとなっている。染具物質が生成されると、脱水管酵素と脱水素酵素によって、すべてのシステインがチアゾールか、チアゾリンへと触媒され、脱水酵素によってセリンは脱水アラニンへと触媒される。 TSRN と L によって触媒される複素、ディールスアルダー管化反応によって、脱水ソピペリジンが生成されることが確実視されているが、メカニズムについては諸説ある。キナルジン 3V は9つの酵素に触媒されることで、トリプトファンから生成され、大肝、キナルジン酸を形成する。最後に、TSRR によって、イソロイシンが酸化され、ジオストレプトンが生成される。 チオストレプトンの全合成は2005年にミイコルを、らによって発表された。研究チームはまず、ディーハイドローピペリディーンコア、サイアスリーンマクロスイケル、ビス、ディーハイドローアレニーンテール、クイナルディックアシットマクロスイケルを別々に合成し、その後それらを数のように順々につなげていくことでチオストレプトンの合成を成功させた。ありがとうございます。